に生活していただけます。誰ちょっとだけなんか解説をするみたいな、ね、いや そんなつまらない番組いいですか。そんなこれが数十パーです。面白いですかこれ。いいのこれか。まあまあ、うん、冠は僕がいただきますか。そうよ。いやいや俺だって、ね、うっしゃよっしゃもうスロット人生だわ。最近はこの仕事中だ。いや自己紹介してるからもういいや。これは必要ですよね。お便だからね。いやちょっとお願いします。すいません。じゃあ帰ります。はい。こいつ悪い顔してんな本当に。お前らのせいでもあるからな。絶対俺だけのせいじゃないからな。今多分スタッフさんに言ってます、ね。クソだ。ガス直してもらって、うん、でこれから、うん、ライブ。です。じゃあ、行ってきます。ライブ行くぞ。ライブ行くぞ。ライブ行くぞ。おはようございます。いや、こんにちは。いや、もうそろそろこんばんは、宮本です。もう、夕日見えない。こういう時代じゃなければね、なんかずっと笑ってるのが伝わるんだけど、ね。ああ、確かに。そう、マスクしなきゃいけない。わからないっていうのありますからね。口元がね、皆さんの思ってる口元じゃないから。見てほしい。だいぶやられました。だいぶやられました。ああ、ちょうど2000枚ぐらい投資して回収500枚ぐらいなんで、1500枚ぐらいマイナスですね。かー、敗北。え、待って。カニがある。いいもん食って。ちょっと交換しちゃった。いや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 、ダメですって。交換しちゃったよ、交換しちゃったよ。いや、落ちてくんですってこれ。ちょっと待って、何買ったの。カニですよ。カニカニですよ。カニって500枚ぐらいかな。やべ、今250枚ぐらいでしたね。え、多分もう10日じゃないですか。10日ぐらいになっちゃってるんで、もうストレスなんですよ。なんかもう食いたもん食って発散したいんですよ。なるほどね、それはわかる。だからここで自分おかしくなっちゃう。そうなんですよ、僕たち置かれたことないじゃないですか。ない。これはそっかそっか。だからご飯とかも思ったよりあの何かわかんないけど思ったよりきついんだろうね。そうなんですよ、だから今顔的にもちょっと苦笑いになってるじゃないですか。笑ってないもんね、ちょっとじゃないですか。でなっちゃってるんでちょっとやばいと思いながらも食ってストレス発散なんですよ。このカニはただのカニではありません。僕にとってはカニ様です。さあ、できましたよ。カニのスープ、豪華。豪華すぎる。そしてね、そのままいただくというね。最高じゃん。ガニですね、もうこれが活力になります。いただきます。ちょっと待って、シャウザーとかさ、あのちゃんと引いてやってたじゃん、銀の皿で。こいつ、ちょっとよく変えた。違うんですよ、あるがままスタイルなんですよ。うちのモンはあるがままスタイルなんですよ、これは。カニ。カニマジ普通に久しぶりに食った。まあ普通食わないですか、ね、これね。俺したかった。ちょっと、ね、まあいいです。車上生活して俺ができないこと。うわー。うまいんだ。あでもやりたかったんですね。まあまあいい。うんごめんなさい、もうダメだってこれは。頑張れですね。ビズビズチャンネルで YouTube やってて、うん、その企画の中で背中にガムテープ貼って入れ墨を作るっていう日焼けで。プリズンクイズチャンネルって何ですか。普通に言われましたけど、それが分かんなくてっていうことだよ。チャンネルっていうコンビ名のコンビ。もともとコンビ名です。最強の人だ。プリズンクイズチャンネル。あでも最初に言ってますから。言ってますから。やっぱアキラさん、あ、ショーダクッキング。牛ステーキピラフ、これを作っていきたいと思います。まあまあまあ
ちょっと完成しました。牛ステーキピラフです。ちょっとじゃあ、すいません、いただきます。押す前提だから押さない。あの、夢なんですかね、やっぱ。ちょっとちょっと、パスタとか麺系ばっかだったからマジでカニ、ほんとしみた。いやちょっとありがとうございます、カニ様。ほらだ、あお守り。明日は仕事で稼働できませんが、明後日から僕の力になってください。お願いします。よいしょ。神様一緒に寝よう今日は。よしよし、おやすみ。の神っすよ。溜まってきたかもしんない。これ折り返しっすか。ジャパイか。マジで帰るの3時とか。これ腹パンパンです。やばいよ本当に。おはようございます。プリズンクイズチャンネル、サイキュラショラ、サイキュー、サイキュー、よろしくお願いします。今日カバネリ、ちょっと打っていきたいと思います。マイフェイバリット騎士キャバネリ、今日なんとか裏ビバーぶち込みたいと思います。ラスト OK、 ダメだった。3メグ24枚です。帰ります。ありがとうございました。僕の顔なりです。あ、ちょっとマジで、うわ、あ、結構使った。全然運なかった。結構やられてるんじゃない。ですよね。前半戦頑張りました。勝って勝ち続けて、そうだ、最高の生活維持して頑張りいただきます。最強最強最強。おはようございます。な、何弱みでも握られてるんですか。いや、お前だってボスだよ。ボスだけ一番上なんだから。いや、嫌な、お前そんな笑顔してます。あんま調子こいてると、お前私タイヤパンクした時直してくれ。タイヤパンクした時直してくれない。本当に気をつけろ。気をつけます。すいません。本日は中間発表です。うわぁ、お願いします。まあまあ、お願いします。それでは宮本さん、はい、チョメダルの枚数を教えてください。チョメダル4384枚です。おー、いや、まあ、大健闘じゃないですか。ほんとちょっとしか減らしてない。いやいや、全然5000枚全部減る感じないっすもん。やっぱライターさんってすごい使って、まあ、そうですよ、これが専門職ですからね。それでは、はい、塩田さん、チョメダルの枚数を教えてください。私のチョメダルの枚数は8000円するぞ。しょうだ。いやー、分かってるから。そうですね。飛びに入らなかったですもんね。そう、飛びて、ね、最後、うん、こうやったのよ。すごいね。今回の私のもう一回やるのか、チョメダルのもう一回やるのか、枚数は8000円。私チョメダルの、いいね、確定確定。チョメダルの枚数は4495枚です。よっしゃー、よし、セッキョーのチョメダル、ちょっとさ、待って100枚さ、サンキュー、サンキュー、待って、負けてんの俺、負けてんの。思ったよりミヤモンの枚数はありました。黙っとけや、はい、俺のセリフだわそれ。何検討しましたみたいな、どこの立場から物言ってんだよ。うるせえよお前、負けてんだからお前しゃしゃってんじゃねえよ。
こっちカスライターがよ、うるせえなカス芸人よ。今から客の違い見せてやるからな、覚えとけよこの野郎。おめえ六角一個でも出してみろよバーカ。お前チンチンにしてやるからな。うせえよお前、今のところお前ただでけえだけだよ。男として出しないでくれよこれ野郎。まだ練り持ってるのあれを。中間報告終わりまして、いやこれ本気出すかもしれない、ね、まさかの負けている。高専って取りますよ、あるまじき事態。そんな中での北戸田です。まあ、結構平打ちをして、まあドラマチックを目指して、まあ仮に設定がなくても引きでなんとかしようと思って、まあそれでもある程度ね形にはなって、言うてそんなにメダル減らしてなかったんですけど、あの人意外とやんじゃん。くそ、後半戦認めてますね。俺はやっぱ全然スマートスロットで、5000枚いや1万枚いや角手しコンプリートモード発動、いやそれをちょっと目標に後半戦やっていきたいと思ってます、はい、で圧倒的勝利、はい、グラフがこんな感じですね。これが多分この辺りから打ってグーやられて最後出したって感じですね。途中からバキムズイは設定判別は、そうかここで小関が判断してデイゴですね、良さそうだけどと、ね、そういうことなんですよ。いや結構やられました。トータルが3535枚。あそこまで引っ張ったら悪意ありますよ。まずあそこまで使ったら使わなくていいじゃないですか。うっていいじゃないですか。もういや面白かった。いやいや全然面白くないですよ。面白かった。あんた全然面白くないですよ。こいつは天才なんだよ。天才じゃないでしょ。だいあんなできるか。大体全部滑ってるんですからこいつは。滑ってない。人前で滑ってるでしょよ。できんのかこの今でで。できないから滑ってるんですよ。すごいだろあれをできるのは。こいつすごいやつだ。メンタルですかね。天才。本当にですね、普段家で全く作んないですよ料理。全くです。大体外食そんなもんですよ。早く美人で料理を作ってくれる奥さんが欲しいものですね。うん、募集してます、ね。奥さんが欲しいらしいです。いや、いい感じだ。え、ミヤムは？はい。彼女がいないみたいですね今。10歳ぐらい。まあそれはそうです。ちょっと待って、うるさいな。それはそうだろうな、でいいだろう別に。なんだ兄貴、あの失礼ですって。違う違う、違う。それは彼女は。それは見栄えの話じゃないですか。見栄えじゃない、見栄えじゃない、性格。なんか美味しそうじゃない？美味しそう、美味しそう。ね、ガーデンの景品交換だけで作った炊き込みご飯です。おしゃれですね。大パン。おしゃれ。うわ、サバとかしっかり入ってますからね。サバとか。うまっ。食いました。大満足です。うわマジで腹いっぱい。くそー。マジかよ。そうだ。頑張れ。うん。AT 引けなかったら意味ねえじゃん。いらねえよそんな。いけねえんだったら荒れるタイプのね、意外と。ああちょっと待って、ちょっと待って承諾が怖くなってきた、俺は。珍しいですね、ここからのパターンは。うぅぅぅ今日も頑張るぞ。頑張れ。3000枚あったらまだスマソロ勝負できると思うんで。まあね、そっかそっか、そろそろ機種を選ばなきゃいけない。頑張ります。バキ行くの、まあ、抽選69番で選んだ台はバジリスク傷圧。うわー、ガチ勢だ。傷圧ですね。これは多分今のところ本当に翔太さんとどっこいどっこいです。まあ、確かに俺はドラマチックスロッターとして活動しておりますが、いやいや、ミヤモンはね設定狙いもワンチャンできるんだよっていう、設定判別もワンチャンできるんだよっていうのをしっかりお見せしようと思います。バキでちょっと景気づけたいですよね。でもう
まあ、正直ね、その無理だった場合、全然自分が出せないなと思った時は、マテイン、ちょっといいですか、通常時使う時ありました？今まではね、今までないよ。なんかおかしい構図なんで。いや、なんか何かがあんの。いや、僕はこれかなりヤバいと思います。見せ場がないかあるかだと思うんですよ。悪い見方ですね。いや、なんですけど、いや、罠かもしんないよ。まあ、いい方向に、うんうん、はい、なるほどね、進んでくれることを願います。はい、おっ、めっちゃ通常打ちすぎる。お、これは今日なんじゃない？おい、もしかしてなんかあるんですかね。いいね、強水とか。テンション上がるね、強水か、フリーズとか。そうそうそう、いいね、頼む。スイカ、すげーものですよ。おー、スイカ、これあれだ。おお、強水か、まあ、うん、マジ。これ2段階上がりました。はいはいはい、今4じゃないですか、今ので。力み目2個取りました、強水か、はいはい、素晴らしい、はい、スイカをこれ生かしたい、マジで。スイカ頼む。で、うわ、チャンス。これスイカだったら AT です。あ、AT 直ります。なるほど、はい、直る。あー、よし、引いた。これもう、あの、一角です。そうか、一角です。もうこれで、はい、直るんだ。直ります。オッケー、レインボーっていうことか。そうなんですよ、そりゃそうよ。そんなゲームっすね、今13200万円ぐらいです。後期赤文字出てますね。チャンスゾーンです。なんかちょっと見たいですね。はい、見たいですよ。全部溜まってるんで、最後までいけます。ここでこう減らし、連打で減らしていくんですけど、こう減っていくんですけど、もう全部メーター溜まってるんで、あの、最後まで行きます。継続、継続、どうしよう。ナイス。これで真ん中なんてことはないしだよね。そういうことが分かるよ、分かる。もう継続ですよね、多分。これもう継続の分かる、分かる。あー、真ん中で、ここでちょっと待ったもあるんで。あー、決まっちゃいましたね。なんかある。いや、いや、ないっすね。ある、ある。いや、ないっすよ、こっからなんか。何、ナイス。当たり前じゃん。なんかいつも通りになってきましたね。これさっきも見ましたし、ストップ。なんか、尺ないんじゃないですか、もしかしたら。いや、いや、そんな尺が。だってあんなにカニとかカットしてんだから、なんかあるって。いやいやいや、これ多分後半尺ねえんじゃねえかってなってるじゃないですか、これ。あー、もう後半がもうどんどん、はい、どん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 尻つぼみというか。なんかちょっと怖いね、確かに。え、なんかちょっと怖くないですか、これ。そんな見せてきてなかったのに。わかる、わかる、わかりますよね。言ってることはわかる。じゃあ、ハンマーボーナス。これで 16.8% で、強くら引けます。16.8%。 なんか、やろうとかなんだよな。いや、無理でしたね。え、なんなんですか。 16.8% 取れませんでした、今回。頼む。 OK、いいね。当選しなかった、ものの、ものの。おっしゃ、4つ目。行くの？ OK、6つ目。あ、OK、これが。あー、20行くんだ。ついに行くぞ、強くら。すごいな、マジですね。ね、やっぱり。いや、嬉しい。嬉しいのね、よかったね。万万円のチケットです。発生すると、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 最強の週で、週で、最強の週で、週で。いや、ちょっと疲れてますよ、もう、まあね、ちょっと疲れてます、はい。OK、1925枚です。史上最強なおれ、名乗れ、名乗ります。最強、最強、ここ、これです。マジだろ。お、全然来ないぞ。嘘だろ。お、全然来ないぞ。まあ、まだ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 。嘘だろ。そうです、9分の1になります。いや、いけないときはいけない。全然来ないぞ。あー、まあ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 、しょうがない、頑張れ。ここですよ。マジで頼む。まあ2択みたいですね。やめて、やめて。八択か、無理。そう、あっちは無理。よし、よし、よし、よし。四択も無理。お願い。四択も無理。ナイス。二択も無理。マジですごい。すごい、本当にすごい。いな。あるぞ。頼む。え、あるぞ。つれろ。二択、やばい、二択だ。俺これ外したくねえ。頼む。
すごい。いや、俺青がいい。兄貴、青ですか？青でいきます。これ青、合ってる。石。ちょ、足頼む。これ大丈夫か？青、頼む。うん、頼む。ちょっと俺震えたんですけど、こいつすごすぎるな。いや、センスの塊ですよ、これ。やばい、1万枚いけるかも。やばいっす。やばいわ。そうだ、マジですごいじゃん。いや、ぶち勝ってやっかんな、この野郎。いやいやいや、その通りです。しゃ、バキバキアルティメットすごすぎる。前行ってほしいです。なんなら、素晴らしい。で、ストック5もらった段階からスタートです。で、ループが67または80%、どちらかになるんですけど、とりあえず10勝したらまたさっきの、オレクラ行くんで、で、オレクラ当ててまたクリアで打ち当てると。ちょっとごめんなさい、ごめんなさい、こんだけバキやってて俺食らってるんですか？強く。すいません、あの兄さん許しちゃってください。あ、もう疲れてるんですよ。これダメだ。疲れてるんですよ。違う、疲れてるんですよ。こいつもバキのその申し子なのに、はいはい、俺食らって呼んでる、はい、俺食らですね。俺が最強だとかもう混ざっちゃって俺食らになっちゃって、そうなんですよ。グンってなっちゃってるんですよ。そっかそっか、アポロペン的な感じになっちゃってるんですよ。なっちゃってるんですよ。なってるので、俺食らね。そうか、僕らが言い換えればいいのね。え、そうです、俺食ら、はい、見守りましょう。よっしゃ、来たぞ。発生するぞ。300枚ぐらいですよね。うわ、すげえ。発生するぞ、発生するぞ。最強のショーだ、ショーだ、最強のショーだ、ショーだ。4331枚、史上最強なので、最強最実況。もうこれ入れたらもう俺の勝ち、宮野。いや、まあ、すまんけど、間違いないと思います。頼む、頼む。おー、全然来ないんだけど。よっしゃ、来た、頼む。なんか行けそうじゃない、なんか。いや、マジでここだ。はい、すごいわ。8は絶対に無理。8はやめて。8は無理。ナイス、オッケー。4も無理。4も無理。俺が4も無理。頼む、ナイス。10、うわ、すごい、マジ。ちょ、2択をやめて。いや、ここの引く0.8%、0.8%。頼む、1択来い、1択来て、1択。うわ、2択。まあまあまあ、それ全然いい。まあ。いや、でも決めてます。兄貴、青でいきます。何色ですか？はい、これ青決めてます。頼む、マジで。青1択、冗談。やった、ちょっと待ってくれよ。そこ、1枚楽しいよ。わかってなんのに。じゃあもう、貯めるの忘れてるんですよ。もう、うわ、やった、俺。あ、俺やったわ。伝説残せます、もしかしたら。いやいや、宮本さん、あの、忘れないでください。兄貴、やめなさい、本当に。本当にやめなさい。これだけ上げれば。しゃー。いや、本当すごいです。また来ましたー。発生するぞ。最強。ドキドキする。最強。ドキドキするじゃないの。そうなんですよ。オッケー。6738枚です。そうなんですよ。敗北したい。そうですね。こっからだ。こっからもうマジで伝説。マジで引きたい。マジで頼む。行ってくれ、行ってくれ。8は無理、8は無理、無理、8無理。よし、ナイス。4も無理、4も無理、4も無理、絶対。もう2なんですよ。お願い、4も無理。ナイス、やば。もうマジこんなにいかないっすよ。0.8% 頼む、0.8% 頼む、確定、来い。うわ、まあ、いや、もう青でしょ。もう俺青しかねえと思う、マジで。青生かしてくれ。まあ、青いきます。俺伝説なる。ジョーダ、マジで挟む、挟む。俺が最強のショーダだ。絶対自信ある、大丈夫。行くぞ、ショーダ。行け、よっしゃ。ちょっともう、よっしゃ。
こいつマジですごいな。もうこれはもう叶わないですよ。これはもう無理です。お伝説じゃねえかよ。もうおめでとうですよ。もうこれはみんな俺やったよ。いや素晴らしいです。3連発入れたよ。こいつやべえな。えぐいって。えぐい。マジで。いやこれはすごい。俺やったよ。ちょっとマジでやったよ。ぶっ壊したよ。そうなんですよね。ぶっ壊したよ。仕方ないですよね。もうこれはこっからループっすね。ループでいけたらこれだから、マジで頼む。まだこれじゃ届かないの。届かないです。そうですね。ここから伸ばすかになるので、ここからまた伸ばして、よくはないっすね、強くは取らないといけないっていう頼む仕事があるので、マジで頼む。もしかしたら取れない可能性もあるんですよ。あーちょっとやばいかもしれない。ちょ、マジで頼む。うわやばいかも。バトル60分ですか。いやそうね。すごいんだな、バトル。うわマジか。うん、まあ十分ですけどね。これですごいのよ。スループしなかった。悔しい、マジで。うわやらしてくれよ。いやでもまあ頑張りました。7823枚。マジですごい。とんがりすぎたっつーの。いやマジか。いやない。いやマジですごい。いや一応まだです。この大査定士も。ああここで復活ね。無理でした。いや約8000枚出たんですけど、うん、あと1万1000出して1万9000枚出して稼働停止狙います。あ、まだ多いですか。このグラフよ。コンプリートでいいやろ。まっさかさまじゃねえかよ。1500枚負けてます。何が設定。宮本さん誰も打ってねえよ、絆は。お前ここの列よ、みんなやめてったわ。めちゃくちゃ何で俺だけ一人で5あるかもしれないと思って打って天井駆け抜けってなんだよ。最後365枚出ました。負けてるとこうなっちゃうんですよ。いやマジで頑張った。そうなんですよ。とりあえずもう時間も時間なんで、これ見たらやばいんじゃないですか。終わります。でグラフこんな感じです。うわーすげー。あれだったんですかね。もしかしたら高設定とかだったんですかね。どうなんですかね。なんかねグラフじゃ分かりづらいですけど、打ち抜けたなって感じです。いや合算えぐいわ。はい、いやこれはえぐい。うわー、いや11266枚です全部で。今持ってるんですね。すげえ俺。そっか。うん、マジで頑張ったよ。6200枚ですよ。なんでだよ。なんでだよ。なんでだよ。いやこれも最大レンジャーさんにおかしいや。レンジャーじゃないですか。レンジャーじゃん。これレンジャーさん。翔太さん。いや確かに。さん心の奥底から優しい人なんですよ。翔太さんって言っちゃったんで根が出ちゃったんですよ。翔太さん。すげえんだよ。何が設定かだよ。それはそうだよな。同じホールですから。あ、帰ってくるぞあいつが。え、しゃー待てぃ。ちょっといいですか。我忘れてるじゃないですか。ネタがあるじゃないですか。忘れてんだよ。ちょっとこれは爆笑だぜ。いやこれは嬉しい。今回の戦利品たちです。好きだな。ポテチ、お菓子類に、お魚ソーセージ、サバの味噌に、アサヒスーパートライ。松坂ですかこれ。黒毛和牛 A5 ランク。うわーらしい。これから料理を作っていく。ハハ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 。あやっぱ口笛吹くんですね。あそうですね。上機嫌の時に気分が乗ってますね。和牛 A5 ランクって言ってましたね。それでちゃうんだから、これから、ちょっと肉牛丼じゃないですか。寿司を作っていきます。握っていきます。あこれ寿司握ってはんすかこれ。肉黒毛和牛美味しそう。わー綺麗です。はい綺麗ですね。それではいただきます。うまそうマジで。まず肉も肉寿司からそうですね。いただきます。はい。この焼かなくてよくない？この次の日の確かに。なんでその日に食うんだろう。うわーうめえ。これは絶対うまいよ。バシってくれ。
バズってくれ。ああなるほど。だからバズってくれって言ってたんですね。今のバズってくれって、ね、ファーストシーズンの崖スロソを見てバズってくれって言ってた。ちょうどがなんと持ちメダルが1万万枚を超えました。これはだって8000枚さよ。いやこれは正直いやもうそうよ、限りなく、いやもう無理ゲーっすね、限りなくよ。なので宮本さんがもうスマスロ一辺倒と言いましょうか、うんうんうん、一筋でいくか。バカだよ。第2シーズンお前デブになっちゃうだけじゃねえかよ。おいおいえよお前。よしよしマジでやれてる。やばくない？俺マジで来てる。よっしゃ、やばいやばい。